みなさんこんにちは。今回は間違い探しです。上下の絵で3箇所の違うところを90秒以内で探してください。それではスタートです。1問目です。合唱のイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。人に2つあります。終了です。答え合わせです。まず1つ目は音符がなくなっていました。2つ目は男の子の口が変わっていました。そして3つ目は髪型が三つ編みではなくなっていましたよ。2問目です。動物のイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントを出しますよ。右半分に2つあります。終了です。答え合わせです。まず1つ目はネズミの尻尾が反対でしたね。2つ目は猫の額の模様がなくなっていました。3つ目はハリネズミの鼻の位置が変わっていましたね。3問目です。フルーツのイラストです。違うところを3箇所探してください。
ヒントを出します。紫色の果物にはありません。終了です。答え合わせです。まず一つ目はレモンの手が変わっていました。二つ目はイチゴの口が変わっていました。そして三つ目は P が R に変わっていましたよ。間違い探しは空間認識能力と集中力、注意力を鍛える効果があると言われています。4問目です。修学旅行のイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。左半分に2つあります。終了です。答え合わせです。まず一つ目はしおりの色が変わっていました。二つ目はリボンがなくなっていました。そして三つ目は手が変わっていましたね。最後の問題です。お家のイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。上半分に一つありますよ。終了です。答え合わせです。まず一つ目は窓が変わっていました。二つ目は煙突の位置が変わっていました。そして三つ目は木の色が変わっていましたよ。
それでは最後におまけ問題を出題します。3箇所の間違いを30秒で探してください。それではスタートです。終了です。答えが分かった方はコメント欄へ書いてくださいね。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。間違い探しは知の種のホームページで無料の脳トレプリントとして配布しています。ホームページをチェックしてくださいね。コメントと高評価をお待ちしています。チャンネル登録もお忘れなく。